皆さんこんにちは。近年ラインナップが減少してしまったジャンルの車といえばクーペです。中でも比較的安価なモデルはもはや絶滅寸前の状況となってしまいました。そこで今回はメジャーなモデルではないけれどスタイリッシュなクーペをご紹介します。1. 三菱エクリプス。三菱は1985年にクライスラーと提携して現三菱モーターズノースアメリカを設立。1989年には同工場で生産された初代エクリプスが発売されました。エクリプスはアメリカ市場向けに企画開発された3ドアハッチバッククーペで、当時日本で販売していた6代目ギャランと主要なコンポーネンツを共有。外観はリトラクタブルヘッドライトを採用し、伸びやかで流麗なフォルムが特徴です。また徹底したフラッシュサーフェイス化によって空力性能も考慮されていました。グレード構成は2リッター自然吸気エンジンの FF モデル GS とトップグレードの GSR4 には200馬力を誇る2リッター直列4気筒ターボエンジンにフルタイム 4WD を組み合わせ、トランスミッションは5速マニュアルのみとされるなど生粋のスポーツカーに仕立てられています。初代エクリプスは1990年に左ハンドルのまま日本でも発売され、当時アメリカの法規にのっとって採用されていた自動的にシートベルトが装着される電動フロントシートベルトを国内モデルで初めて装備しました。その後1994年に2代目が登場し、2004年から3代目のオープン仕様エクリプススパイダーのみが日本に輸入されましたが、人気とはならず4代目以降は日本で販売されませんでした。 2. マツダ MX6。 1992年に発売された MX6 はセダンのクロノスをベースに全く別のボディが与えられた2ドアスペシャリティーカーです。当時ハイパワーなロータリーエンジンを搭載した同社のコスモや RX7 とは異なるキャラクターのモデルで、ゆったりとツーリングを楽しむというコンセプトとなっています。外観はワイドかつ伸びやかなボディサイズを生かし、複雑な曲面で構成された流麗なボディラインに仕立てられています。搭載されたエンジンはフォードブランドで販売されていた2代目プロームと同じ 2.5 リッター V 型6気筒と2リッター直列4気筒を設定。 MX6 のライバルだったクーペといえば日産シルビアやホンダプレリュードでしたが、他社にはない V 型6気筒エンジンによる余裕ある走りと豪華な装備が特徴でした。しかし発売した時にはすでにバブル崩壊による景気低迷が始まっており、販売数が伸びることはなく、1995年には生産を終了。非常に短命なモデルとなってしまいました。 3. 日産ルキノクーペ。1994年に発売された日産ルキノは2ドアクーペと3ドアハッチバックをラインナップ。3ドアハッチバックはパルサーセリエベースの姉妹車で、クーペは8代目サニーセダンをベースに開発されました。もともとサニーにはクーペが設定されていましたが、5代目を最後に消滅したため、ルキノクーペは独立した車種として誕生。外観は
セダンベースのクーペらしい腰高な印象ですが、小ぶりなキャビンによってラグジュアリーカーのようなフォルムを実現しています。ボディサイズはコンパクトながらもホイールベースは長めで、クーペとしてはリアシートの居住性も考慮されていました。またトランク容量も大きいことから、かなり実用的なクーペだったと言えます。エンジンは 1.5 リッターと 1.8 リッター直列4気筒を搭載し、 1.8 リッターでも最高出力140馬力とスペック的には平凡な値ですが、1トン強の軽量な車体には十分なパワーでした。しかし人気の低迷からルキノクーペは1999年に生産を終了し、後継者はありませんでした。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。